こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、いろんなジャンルの食べログ日本一のお店を巡ってみようのコーナーでございまして、ちょっと前に私、食べログの点数が日本一高いラーメン屋さん中華そば桜井さんに行ってきたわけでございまして、いや美味しかった、さすがという感じだったんですけれども、今回は親子丼バージョンということで末広町に来ております。もう見えてきますのがあちら、鶏料理鶏つねさんでございます。こちらの親子丼が日本一なんですって。なんて素敵な作りのお店なの。2階に上がってきまして、こう来まして、はい、お部屋も素敵すぎる。もうすごいぞすごいぞ、威風堂々感。この方と正面向かいで今日はいただきましょう。なんか頑固親父に見られながら食べるみたいな感じに、まあ、勝手に自分でここの席選んで座ってるんですけども、そしてお茶も、お茶も冷えたお茶、ありがたいねこの時期で。注いだお茶の底にもマークが見えるこの素敵感。そしてメニューなんですけれども、お昼の献立というものがありまして、親子丼、カツ丼、もつ入り親子丼、上親子丼、上たたき親子丼、親子丼セット、1日限定20食の特上親子丼、特上もつ入り親子丼、特上親子丼セットっていうのがあるんですけども、今回私特上親子丼を注文してみました。もうシンプルに一番それっていう、このお店の一番それっていうやつでございます。食べログのそれでございまして、こんだけ親子丼のラインナップがバーってある中でのカツ丼も逆に気になる。はい、いただきます。スープとお芯、はい、お会計したいになります。はい、ありがとうございます。いただきます。さあ、やってまいりました。香ばしい。まずはおしんこから入りますけれども、お吸い物も極めてシンプルなお吸い物、メインを邪魔しないといった気遣いが感じられるお吸い物なのでしょうか、わかりませんけども。そして特上親子丼来ました。めちゃめちゃ美味しそう。めちゃめちゃトロトロの部分と硬い部分もあんのかで、薄い黄色い部分と濃い黄色い部分、そして白い部分もあるぞ。とにかくパッと見ただけでも使ってる卵の量尋常じゃないんだろうなと、3個くらいいってないといったイメージで、中でキラキラプルプルしてる感じもありますし、日本一さすが、たまんないビジュアル、いただきます。ではまずはお吸い物からということになるのでしょうか。本当に本当にあっさりさっぱりした塩梅のスープでございまして、ネギのシャキシャキ感がそれだけに際立つといった、口なじみのいい透明感のあるスープでありながら、口の中で残った味わいがどんどんうまって思わせてくるスープ。ではもう親子丼いっちゃいますよ。特上の親子丼、はい、おー、あ、ご飯も出てきました。おー、おいしそう。三つ葉も出てきた。すんごい、びっくりする、びっくりするくらいのトロトロ感、トロトロ感とうまうま鶏肉のマリアージュ、これマリアージュって言葉を使いたくなるような極上の味わいだ。これまで僕が食べてきた親子丼の甘さっていう部分に関しては、割とあっさりしてんのかな、あっさりした甘さながらも出汁感が半端じゃなくて、その出汁が鶏肉と卵の旨味を最大限まで引き出すナイスコーチング。あっ
圧倒的にうまい。ちょっと悶絶したくなっちゃうぐらいうまいんだけども、目の前にすごくこわもての方がいるのでクッと背筋が伸びておりますけれども、電気屋さんの店員さんがめっちゃ遠くからこっち見てるみたいな緊張感もありますけれども、この熟熟の卵のうまみね、でご飯に色がつくくらいお出汁もたっぷり、汁だく、つゆだくみたいな感じでありながら、またびっくりしてるのは鶏肉がね、いろんな部位があるんです。だからこうやってお箸でなんとなく食べようと思った時にランダムに鶏肉抽選みたいなのが行われてまして、毎回毎回新鮮な組み合わせで美味しく食べられるという、その楽しさもたまらない。いや、この黄色く輝く親子丼をお箸でこうやって掘る、発掘するたびに新しい発見があるみたいな、これほらもうお肉なしで白身のトロトロだけでも楽しみながらみたいな、この作業ね、味の吉村作治先生みたいな。ご飯自体もまた美味しいじゃん。やっぱりそりゃそうだよね、この鶏肉、卵、ご飯、お出汁を出会わせてくれたお店に感謝したくなっちゃうような。もちろんお店に感謝よ。これここにたどり着くまでにどんだけのことがあったんだろうって思いをはせたくなっちゃうような親子丼。ほぼね、上の鶏肉とか結構食べちゃってるんですけども、このお出汁感、残りのこの雑炊的な感じで、ね、いただいちゃうみたいな。はい、ではここに来ての一旦、はい、これタイム。これは分かりやすく一番塩気が強い味わいで刺激的でしたよ。で、刺激いってからもう一回これに戻った時にどうなるか。すごいね、あのね、卵自体の甘さをより再確認できる感じになりました。こっち塩気に振り切った後にこれ食べたらまろやかで甘い。いや、卵やっぱ改めてこんなにうまいんだって思わせる味わい、全部が計算されたセットなんだ。日本一ってやっぱここまでのこだわりがあるんだね。極上親子丼だったものが極上卵雑炊的なことになっておりまして、これ自体が黄身かっていうくらい濃厚うまです。うまい。なるほど、親子丼食べたその口に残る親子丼の残像とまたこのお吸い物が合わさった時のうまさも計算してんの、もしかして。すごい、なんかまたお吸い物のうまみがくっきりした感じもするし、なにこれ。衝撃的でした。ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりました鳥常さんの親子丼でございましたが、いや、すごかったね。もう見た目からして上品さとワイルドさを兼ね備えたようなビジュアルでございまして、こんな親子丼の見た目あるんだ、生で見てほしいくらいすごい、なんか迫力、丼の中の小宇宙みたいな状況でございまして、さすが食べログ全国1位になるだけのことはあるなと、すごい追求の垂れ方してるなといった名店中の名店の親子丼でございました。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、わわわかめこさんからのコメントで、ハイジさん見て思ったのですが、ポニーテールの女性って素敵ですよね、ハイジさんも似合いそうなので今度お願いします。何それ、なんでこの僕の顔を見てポニーテールの女性って素敵だなって思ったので、なんでそれを僕にリクエストしてくんの、それ
タンポポの白鳥さんですから、僕がそれやっちゃうとクリソスになっちゃいますし、うちの娘がまだ言葉とか喋れる前にテレビに映った白鳥さん見てパッパーって言っちゃったくらいの感じなので、ただただコスプレになっちゃう。新一郎松丸さんからのコメントで、ハイジーさんは運転席のドアが開かない車に乗られているんですね。オプションですか？そんなわけないじゃん。そんなオプション絶対ないじゃん。車買う時とかにさ、カーナビはつけたいですねとかさ、車の前に何かが近づいた時にブーって鳴るような仕組みとかつけたいですねとか、何とか機能みたいなのつけたいですねとかいう中で、運転席のドアだけは開かないようにしてください。そんなわけないじゃん。ファインピクシー55さんからのコメントで、ハイジーさんこんばんは。高いところから落ちるとき何を考えていますか？何この質問。高いところから僕落ちてました？なんかそういうことしてました？常日頃なんかすごい高いところに登っては落ちるみたいなことをなりわいにしてる人に聞くならまだしも、僕落ちるとすっごく怖がり、そういうことに関してバンジージャンプもできないタイプだから やりませんし、常日頃高いところに登っては落ちることをなりわいにしてる人って何？ただの千春さんからのコメントで、ハイジーって大変珍しい YouTuber なので、何これ珍百景に投稿してよろしいですか？よろしくないです。これね、スポットじゃないの。生命体としてあちこち動くタイプなので、登録されても見に来られてもその時僕そこにいない可能性高い、どこで登録するんだろうね。どこの地点として登録するの？だこれ別にさ、変な形してんのは認めるけれども、そういう自然が波とかいろんな風とかで作り出した変な岩とかでもない。和田土佐子さんからのコメントで、池山三振しすぎやろ、なんか時空を超えたヤジ、相当昔に言ってください。もう僕の小学生の頃にブンブン丸として名を馳せたヤクルトの池山選手に対してのヤジを何十年越しでここのコメント欄に打ち込むのやめてください。その言葉池山さんに伝わりませんから、空振りですから。